大丈夫大丈夫、あかんって。やっぱり妹としてはね、兄がちゃんとやれてるか心配なわけ。うちの事務所厳しいよ、頑張れたらマネージャーにどやされる。はい、星野ルビーです。兄がお世話になってます。お兄ちゃん毎日帰ってくるの日付変わる頃だし、私てっきり。ちょっと電話して聞いてみよう。ルビー、野暮はあかん、そっとしとき。綺麗な彼女と二人で帰って、いつも遅くまで帰ってこない。答えは一つやろ、エッチなことやろ。エッチなこと、そんな。崖によらずあっちは元気なんやな。お兄ちゃんはそんなことしない。してたら心の底から軽蔑する。ルビー、ごめんなさい、ちょっとトイレお借りしてもいいですか。ああ、案内するよ。じゃじゃーん、お兄ちゃんの友達って言うから LINE 交換したんだけど、今度みんなでご飯行こうって。女の連絡先をガツガツ聞いてくる 2.5 役者は大抵えぐい。スマホ貸しなさい、ブロックしておくから。